あ。FEC チューンド。FEC 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 チューンド。はい、FM ギワン、FEC 純道金曜日、金ピラごぼうの金、金ピラピラ王様ラジオ。今日は収録放送でお届けしております。はい。7月、入って最初の、放送になってるということですけど。そっかそっか。で、7月はですね、僕なんかその、17日か、ビーチパーティーも、あります。そう、あるんすよ。うん、いつもね、この生放送だと、はい、普通にこう、ずっと話してたら、あの気づいたらもう終わってるから。そうだってもう俺なんか多分もう1年ぐらいライブの告知とかしてる。本当にガチで。なんかやった覚えある？なんかお笑い劇場で。たまーにやるじゃない。たまにやるけど。終わり際に本当にギリギリの時に。はい、だからあれって告知になってない。告知になってない。本当に、うん、取ってつけたかのような1分ぐらいで、はい、じゃあやりますけれどもねみたいな感じの告知しかしてないから。SNS 見てねえぐらいしかやってない。そう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 。それはまあちょっと。まあでも俺それでもいいかなと思うんだけどね、うん、そのなんかそのラジオはさ、こうトークを聞いてもらって、トークとかも一緒にね、リスナーさんとも絡みつつ喋って、なんか気になったら SNS とかチェックしてねぐらいがまあいいかなとは思うけど、まあ、ただあれじゃないですか、ビーチパーティーは今回は結構その普通のライブとかと違って、こうみんなとこう絡める機会がすごい多いというか、そうですね、4時間か4時間を予定してます。だからまあ、その、3時から7時、うん、夜の7時までを開催予定にしてるんですけど、はいはい、まあ、もうちょいゆっくり来てもらってもいいし。まあそうね、だからそれはもちろん自分のこうペースで、4時間もいたら疲れるよっていう人は、全然、最初だけ来て途中で帰ってもいいし、途中から来て帰ってもいいし、まあ、とりあえずただその予約をしないといけないので、僕なんかも、はい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 、その人数把握はしないといけないので、先にその、まあ、人数あ参加の、ね、意思は伝えてくださいよということで今予約開始してますけど、はい、もうでもこの放送してる時にはもう7日だから終わってんのか、終わってます、ダメですもう、今これ聞いてもうだからギリ8日まではいいか。そうだね、だからこの放送、だっていや8日って言ってもこの放送が8日のだからもうすぐさ、すぐああなるほどね、すぐなんか俺なんかの SNS か、それかできればね SNS 予約じゃなくて金ピラボにそのまま送ってもらって、金ピラインね、金ピラインか、はい、金ピラ公式ラインね、そうそうそう、かSNS で予約した後、うん、その後金ピラインもね、その多分当日のこうここで開催してますよとかの連絡をLINE で一斉送信するので、うん、はい、そこはちょっと登録してほしいなっていう感じですね。はい、今日今聞いてる人限定で、うん、まあその金曜か土曜ぐらいまでに、そうね、もうギリギリ受付で、そこでちょっと受付してもらったら、まあ人数調整は効くと思いますので、まあ、ただもしかしたら本当にちょっと人数が、あ、ちょっとこれ以上は無理ってなってたら、うん、すいませんってなる場合もあるので、うん、そこはご了承ください。うん、はい、はい、お願いします。今はでも今日の段階でもそこまでたくさん来てるっていうわけじゃないから、程よい人数でしたね。程よい、こちら側の、俺とかタイガとか、うん、そのちょっと運営メンバー合わせて何人ぐらいかな、15人未満ぐらい、だいたい15人ぐらい、そうですね、かな、うん、今、はい、集まり具合は、はい、っていう感じなので、なってますね、はい、ぜひ、うん、お願いします。よろしくお願いします。楽しみですね。だからどんな感じ、どんな、普通にビーチパーティーやろうと思ってますけどね、うん、花火とかもできたらいいけど、ちょっとビーチがねちょっとできないから、ね、もう隠れてやろうかなと。いや絶対ダメだわよ、普通に、絶対にダメだわよ、普通に隠れてやろうかな、こんなの言うな、テント持ってきて、一番危ないパターンやし、中で一酸化炭素中毒なるわ、なじゃないわ、知識あるんだったらやめれ。そうかもしれん。じゃあ花火やりましょうか。ダメって、花火はこっそり。先行花火ぐらいだったらいいんじゃないですか。ダメ。50歩100歩で花火だから、火薬使っちゃダメだから。あれはいいんじゃない？炎色反応とか。ああ、なるほど、ね。バーベキューやってるやつの、この中に炎色反応楽しむとか。アルミニウムとか入れたりとか、うんうん、カリウムとか入れて燃やして。そうそうそう、今、TSUTAYAに売ってるわけよ。そうなの。7種類の、その炎色反応全部出ますよ、みたいな。はい、いやいや、7種類出ますよ。それが花火なんですよ。違う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 、それを
調合、綺麗に調合したのが、まあ、だから花火火薬とかが入ってるじゃない。だから、そっかや、あ、まあ、燃えるようにね、その、ちゃんと、うん、水中でも燃えるからね、そうそうそう、花火って。だから、まあ、いや、だから、うん、その色とかが綺麗じゃないですか、うん、花火、うんうんうん。あれが炎色反応なんですよ。いや、だから、その、もうあれで楽しむ分にはいいんじゃないって。あ、なるほどね、うん。コンロの中で。ダメに決まってるだろや。怖っ。病気じゃないですか、もう。この間僕なんか漫才ライブあったんでしょ、うんうん、6月、はいはい、10本やるありましたね。でまあそのギリギリの告知だったんですけども、うん、ありがたいことに15、6名ぐらい、あ、そう、お客さん来てもらって来てもらいましたね。で思った以上に盛り上がりまして、うん、でそのいつだ、火曜日、今週火曜日に、はいはい、この F ライブがあったじゃないですか、うん、でそのまあ、その俺なんかライブに来てくれたお客さんも来てて、はいはい、漫才ライブ面白かったよって言って、うん、でほらあのトンコックさんっていうリスナーさん、ラジオリスナーさんが、はいはい、その僕なんかのライブの終わりに、うん、お弁当のね差し入れ、まあ、その方があのコックさんもやられてて、うんうん、料理人でその差し入れとして、はい、その自家製弁当も作ってくれた方がいたじゃないですか、うんうん、まあ、その方が F ライブにも来てて、うんうん、遅れてごめんねって場所間違って、はいはいはい、いやいやちょっと僕たちがちゃんとちょっと周知できなかったんで、うん、ごめんねって、じゃあ最後のこの漫才3つしか見れなかったけど、うん、まあ、3つだけでもやっぱりちょっと森光くんのやばさは感じられたよ。いやネタだからって、そういやもうそう、うん、本当そうですねって言って、その時具志堅さんもいたんですけども、具志堅さんと2人で、うん、本当にあいつが一番やばいんでっていう、あいつのやばさが一番あれなんだよな、にじみ出てましたよな、このもうそのなんか知ったかぶりなんだよな、本当にやめてほしいわ。このあれ、本当はこのネタとしてやってるもんな、うん、森光な。いや、本当はネタとしてだ、ネタだからな。本当はネタとしてやってるもんな、うん、森光。俺、普段絶対俺よりやばいからな、大河の。いやいや、もう、100%。もうあれ、あそこで吐き出さんとしてるじゃないですか、もうこの。いや、吐き出さんとしてるっていうか、俺、もう別に全然何の思想もないから、ね。日頃はもう下唇噛みながらいろんなこと我慢してて、もう舞台だけじゃ俺なんかが結構なんかこの自由に何からも遮られることなく表現できる場所って、はいはいはい、うん。まあまあお客さんがね、それで楽しんでくれるんだったらいいですけど。みんなだから、あいつがやばいぜって言ってこう、みんなやっぱり会場が盛り上がってたんですから、ちょっともうあいつ。いやいやいや、本当にまあまあ、エースを見ました、その見てない裏で俺なんか自分のこの記録用で録画してたじゃないですか、うんうん、はいはい、もう名の焦点あって、いやいやそんなことないだろ、マツケンさんが、うん、途中森光さん言ってましたよって言ってなんかあ、でもゾーンには入ってたと思う、完全にあのゾーンには入ってたね、言ってたってよゾーンには入ってた途中なんか、まあまあ、ね、面白い、そうそうそう、だでもあの一種のやっぱり、うん、あの第二の人格ではあるだろうね、何がそのこの漫才中とかの、はいはい、ああいうちょっとこのやばい感じって、うん、第二の人格ではあると思う。いやどうだろう、俺は等身大でやってるけどいや俺はね、俺だから結構なんかこのあれだからさ、憑依タイプというか、はいはい、危ない、危ないもんな危ないというか、危ない、お客さんの脇具合で、芸人じゃなかったら完全に犯罪を犯してるもん、お前そう、お前だろ絶対にお前だろ、俺はある、だって俺普通だったよ俺、うん、まあ、普通は芸人としてどうかもと思うけど、うんうん、だってお前、俺はやばいいたずらするやつ、お客さんにだからあれは、うん、だからバレてないさ、んこう本当にお客さんに言いたいのが、本当にやばいやつはやばいって感じさせないって本当にそんなことない、そんなこれはもう本当に言いたい、そう表面だけをみんな見てる、でももう本当にやばいのはタイガ、今もうお前がどんなに言ってももうダメだよ、うん、もういやお前がやばいって、いやだから分かるよ、分かるけど分かるけど、あの一人は気づくよこの中で、あさすが森光、さすがだなって、そうだよなって気づく勘のいいやつが一人はいると俺は信じてる、いない、いない、沖縄にはいない、うん凶悪犯罪者とかに騙されますよ皆さん、沖縄にはいないから、うん、大丈夫いやね、楽しくライブさせてもらいました、はい、確かによかったっすね、うんうん、いやでもあの漫才のライブはでも定期的にやるべきだ ねやりたいね、うん、結構オープニングから過激だったしね、うん、もう本当に今 FM 宜野湾でさえ言えないこと言ってたからね、森内さんがあのゆりきやぶち殺すって、お前そんなこと言ってないだろいやゆりきやさんがねあの天物でもちょうどで同じ日にね、タイガがなんかね、うん、ゆりきやさんなんか早く芸人辞めればいいのに、俺は言った、早く辞めんかなって言って
言ってても言ってなくても言うな、ラジオに載せて。万が一聞いたらどうする。万が一、いや違うよ、俺が本人が聞いたらいいよ、うん、本人が聞いたら、うん、ああそういうノリで言って、うん、芸人だからね、本人も、うんうん、そのゆりきやすさんも芸人だから、あそういうノリで言って、うん、なんかこう若手だからちょっとそう先輩にちょっとこうあのこう置いた噛みついててっていう流れだなって言って、はい、プロレス職にね、で絶対許してくれるわけ、うん、あなるほどねって、うん、もう誰か変なやつとかが、うん、リスナーとかが DM で、うん、きんぴらごぼうが悪口言ってましたよみたいなの、うん、こう送ったらどうする。そしたらなんか そいつ、うん、そいつのアカウントを突き止める。俺は、まあ、とりあえずゆりきやさんたちに謝って、うん、まあ、こういう経緯で言いました、うんうん、であの本当にクソみたいなやからがいますとユーモアが通じないクソみたいな輩がいますと、これはちゃんと僕らが責任持ってちゃんと突き止めますので、うん、ちょっとしばしお待ちくださいって言って、うん、そのアカウント突き止めて行く、うん、そいつのとこまで。一番怖いやつやし、お前がやばいやつやし、やっぱり怖いな。知識と行動力兼ね備えたやばいやつ。ゆりきやさんが辞めれるぐらいね、うん、このちゃんと俺なんかがちゃんと沖縄のこの芸能をちゃんと芸能界を無理もう無理、もう無理、早く辞めんかなと思って、うん、言うな、改めて改めて言うな、早く辞めんかなって思ってるけど改めて言うな。めっちゃ盛り上がったらしいです ね、テンプスの方も、ね、そう行きたかった。いや普通に見たかったんですよね、うんうん、僕もあっちの行きたかったんですけど、うん、まあ ね、俺もさ、うん、あの6月30日あるってなって、おおしゃ見に行こうと思ってから、はい、見に行こうと思ってスケジュール帳見たら、もう俺なんかライブ入ってるやつになって大変だよ。でもまあそのさ、お互いさ、うん、あのこっちも盛り上がったじゃないですか。お互いってお前イーブンにすんなよ。イーブン、イーブン同じ人間、板の上に立ってる同じ人間芸人イーブン、何の変わりもない。あるよや、培ってきたものが違うだろう。うん、変わらん、変わらんよ、確かに、うん、舞台立った。舞台に立ったら、あのそれはじゃあ舞台に立った時に実力差は出るかもしれないけど、うん、あの立場は変わらないから。なるほどね。そう。はいはいはい。ってまーちゃんさんが言ってたからな。いやー怖いなー。怖いなー。まーちゃんさんとばっちりだし。あと言ってないし。あと言いそうだけどな、言いそうだけど。いやでもなんか言ってそうだよな。いやでも、ユーリキアさん相手には言わないじゃん。確かに、それは言わない、それは言わない。まーちゃんさんが後輩に対しては言うだろうな、この舞台ではだどんどん俺に別に気遣んで来いよみたいな感じは言うだろうけど、うんうん、ああ確かにな。まあまあまあ、でもしかも、うん、あの第三の勢力もいたの知ってた？何が？後からツイッターで見たんだけど、うん、あの第三の勢力、ニッキーさんと善次郎さんも沖縄市でライブやってたよ、その日、うん、そうなんだ。そう、あじゃあ結構なんか分散されてたってこと。だから平日分散って俺なんかのとこには15名だけどじゃあ平日だから、うん、なかなかそんなにライブってやられてないんかなと思ったけど、結構いろんなとこでやってたんだね。うん、木曜日6月30日 ね、だからまたほら僕なんかそのね演者というかこうエンタメ屋さんって言われる人たちってなかなかこうここ何年2年ぐらいかあのこうライブ打ちにくかったじゃないですか、はい、イベントもやりづらかったじゃないですか。そうですね。そうだからこうちょっとだけこう世間のムードがやっても別にこう非難を浴びないムードになってきたのもあって、うん、まあ、僕なんかもちょっとやりやすく ね声はあったんですけどね、やってほしいっていう声はずっとあったんですけど、ちょっと何か、うん、いざ何かあってちゃったらちょっと怖いなってのがあって、そう様子見ながらですけど、うん、まあ今回どうにか開催させてもらったということで、はいはい、でもあれでしょ、その今もうマスクもその厚生労働省かなんかのホームページで、うん、はいはい、その外していいシーンとかで外歩くときは別にいいですよ、決まってるらしいですよ、まあ、うんうん、まあ、そのとりわけあの本土とかはやっぱ日中暑いから、あそうだ、ね、マスクの感染のよりもつい熱中症で倒れる患者さんの方がやっぱ心配、うんうんうん、らしくて、で熱中症も重度になっちゃうとこの後遺症残っちゃうみたいだからね。いや聞いただからなんかツイッターですごい分かりやすいこと書いてた方がいたんですけど、うんうん、熱中症とかその脳のこの脳みそが、うん、その生卵状態からその熱加わっちゃって、うん、要はその半熟みたいになっちゃう状態みたいな、はいはい、この重度までいくと、うんうんうん、
でもちろん熱通った卵はもう戻らないさ、うんうん、だからこの後遺症が残るから、それをイメージしてもらったら、あ、なるほど、ね、みんなもっとその熱中症っていうの危ないんだよっていうのを感じてもらえる。確かにちょっとこう熱くなってクラクラするでしょうぐらいのイメージしかないもんね、うんうんうん、熱中症って言われたら。だってこれでなんかね体に残っちゃった、うんうん、大変だから。確かにもちろん水分補給しっかりしつつ日中は、うん、まあ、クーラーもね、うん、あの本当に暑かったらちょっとつけて、いやもうつけるべきだと思いますけどね、うん、危ないけどね。そうそう、本当にだから酸素もさ、うん、こうあのよく取り込めなかったこうね、うん、脳の回転もあの、うん、ね遅く、あ、だからね、あ、マスクね、低下するし、マスクでより熱もこもるしね。だからもう普通にだし、まあ、同じ場所にいても何メートルか離れてたら会話、うんうん、そのマスクなしで会話 OK、はいはいはい、で近くてもそのお互いも何か本読むなり作業する空間だったらなんか別にマスクなしでも OK、うん、とかってなんかいくつか、まあ、僕もちゃんとした項目は分からないですけど、そのホームページの方にあるらしいから、うんうん、その状況を見てなんかだんだんこうなんだろうな、緩和してってもそこのマスクつける環境というか、だからそのもういつかは緩和しないといけないですからね、うん、だから徐々にそうなりつつはあるんじゃないですか、ね、コロナも別にこのなんだろうな、かかってもグッて、まあまあその体調悪くなる人もいる、もちろん重症化する人も言わするかもしれない、うん、僕もなりましたけど、うんうん、だからもうそれも人それぞれで、インフルエンザとかとも ほとんど変わらないんじゃないかなという、うんうん、なんか僕のね、まあ、その所感ではあるので、うんうん、まあそこはいろいろあると思いますが、まあ、それはね、その各々のこう感じ方だったりとかに、うん、あのいろいろありますけれども、うん、まあ、全体的にそういうちょっとあの、まあ、マスクに対する考え方とかもね、うん、また変わってくる時期ではあると思うので、ね、特に結局それで体調崩しちゃったら元も子もないからな。本当おっしゃる通りですので、たださ2日間ぐらいさ、そのなんかいや仕事中とかやっぱもう今でもこうマスクつけるムードではあるじゃないですか、はいはい、でそれでつけてるとめちゃくちゃ息苦しくて、うん、でその前が2日間ぐらいかな休みだったわけ、はい、で家いたからずっと何もつけてなかったんだけど、はい、その時外そのレジの時につけてる時に、うん、なんか苦しい、 なんだろう、なんでだろうって思ってたら、あ、タバコ吸いすぎて、違う違う、シンプルに肺やましてるやつ、違う、イデデデデってなってる。だったら病院行け。なあ、いいよ、行ってよ、行ってよ。もっと心配しろ、俺のこと。行った方がいい。もう、吸うんだ、タバコ、お前、吸うんだ、タバコ。ええー、そりゃそうだろ。吸わん方がいいに決まってるわ、そんなもん、タバコ。タバコ吸うな。おっしゃる通りだわ。吸うなとは言わんけど、吸いすぎるなだな。ああ、まあ、わからんからな。うん、で、とにかく、嗜好品だから。そうそうそう、うん、いいじゃん、俺の話戻して、満足した。いいっていうか、はい、はいでしょ。ええー、もういいよや。気持ち悪いな。一回で終われ。気持ち悪い。違う違う。やっぱり今もそのマスク、今は俺なんかも二人だから外していいよ。外して、うん、外してから食べよう。飲み物飲む、飲み物飲むよ。熱中症かも。いいよ、もうだから気持ち悪いなって。いやー、やめれ。大変だ。やめれ。気持ち悪いんだったらもうなおさら。違うわ。なおさら。マスクつけたらいくぐらしかったらっていう話だろ。この要は。話戻せよ、お前らも聞いてる、お前らも一回脳内で俺が何の話してたか戻せよ、自分でもう話さんよ、その前は。怖リスナーさん、これでしょ、やばいっていうの。いや聞いてる人が、ね、聞いてて、うん、森光さんがユリケア殺すじゃなくてお前いい加減にしろよ、お前本当にユリケア早くやめろ、言ってましたよってこれ笑いにできる可能性あるよ。殺すは俺言い間違いだから今、うん、ごめんなさいね、うん、すいません本当に、いややめてもダメだから行ってないしねえ、皆さんライブ来てた皆さん行ってないですよね。行ってた、行ってた、怖っ。多分おまじで、あのあれそこだけ映像残ってないからもう何とでも言えるけど、うん、ただ15名と、うん、まあ、スタッフとかがまあ承認だけど、もうきっかけ作ったのは森光さんだよ、多分もう。いや、大河でした。うん、もう、これはもう15名に聞いたら分かる、これは。うん、もう脳内で変化、でも、うん、俺ね、これ、大河が言ったこと、俺の言ったことにされることあるんだよな、やばい言葉。うん、いや、もうほぼお前が言ってるよ。違うわ本当に。ほぼお前が言ってる。だって、みんなが言ってるもん、もうそれで。うん。うん。だって、すごい、パチンって合うんだよ、きっと。何が森光さんのそのルックスとヤバさと、うん、あでも、うん、その俺が言ったら、うん、あのこんなの言ったらダメだな、う
ちょっと芯を言おうとしてたから、自分で自分の。俺が言ったら嫌にならん、嫌な感じにならないんだよね。だから今度強そうな人が言ったら、うん、なんか本当にあれだけど。そう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 。だから別にいいんじゃない。まあ、で大河だけどな、本当に、これはもう本当にみんなが、でも森光が言ったって今ことになってるさ、うん、でもそれで世界がこう終わってるさ、ちゃんと森光が言ったよっていう事実になってる、なってるさ。どっちも言ってない、そもそもこれはもう遅いよ、これはもうどっちも言ってない、もうこの話広げんなどうするって、万が一いない、ユーリキアさんの側近みたいな、なんかユーリキアさんの側近は11時まで起きてん、うん、起きてる、東さんが聞いてたらどうする、ユーリキアさんのマネージャーの東さんが聞いてたら怖いどー、絶対怒ったら、いやいや、東さんは多分優しいよ、いやいや、普段めちゃくちゃ優しいよ、うん、でも怒ったら怖いどー、でも別に俺なんか今怒らすこと何もしない、まあ確かに、ユーリキアさんと一緒に舞台がやりたいって、うん、ダメダメダメ、もうこんなしていじるのはハンサムまでにしとこう、ハンサムさん、ハンサムさんだったら同じ事務所だから、うん、あ、なるほどね、どうとでもなるしすいませんで終わるけど、でも普通にでもご飯とか行きたいけどな、ユーリキアさんとかってマジで行ってくれるかな、そもそも、まあ、忙しいだろうしな、まあ、どうなんだろう、時間ないだろうな、うん、父ちゃん母ちゃんよりもカーマシージェだからな、確かに、うん、もうだって今90、よく舞台立ってんな、鏡だな、芸人として、905とか9とか、森光さんが言うんです全部俺はもう言ったという話、こう俺はもう繰り返ししかないけど、やっぱり新しい文句を生み出すの全部森光さんって、ユーリキアさん、文句じゃないボケさ今のはボケさ、ボケ、いや俺はもう尊敬してるから、そんな90に見えないよ、うん、俺はでもお前信じてるやし、90で90に見える、俺はもう90に見えるかと、見えてるんだと思った、うん、90に見えるじゃん、ボケさ、そんなわけないだろうっていうボケさ、キャラクターは90ぐらいのキャラクターやってるけどね、うん、おじいとおばあで、いやもっと若いだろ90があんな流暢に喋れるか、確かに80ぐらいだな、80か75とかでも分からんけど、うん、そっか、ユーリキアさんってでも、うん、でも実年齢おいくつなんでしょう、いくつぐなんだろう、え、友じさんとかより年上だよね、多分だとも全然、そうだよね、うん、友じって呼んでるの見たことあるから、あ、そっかそっか、うん、全然、いくつなんだろう、じゃあもう本当に60手前ぐらいなのかな、なる前ぐらいじゃないですか、ね、50代の後半ぐらいなのかな、うんうん、か前半かな、どうでもいいよ、でもあいつらの年齢、お前やめれよ、どうでもいいよ、お前最悪だな、ユーリキアさんのことあいつらの年齢どうでもいいとか言うなよこれこいつなんですよ、本当に真実は、それが、それで、言わされました、今それで、聞いてください。痛い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 、そしたらこれでいいですか、途中からこいつスンって何も言わなくなるんですよ。いいですか、で最終的に俺だけ喋って俺が言ったみたいになるんですよね。いででで本当に。いででででで、ふてぼをつねらないでください。ええ。つねるか、ちょっと今ラジオに見えてないんですけど、今すいません。いででででで。本当に怖いわ。俺一番尊敬してるからね。誰とは言わんけど。まーちゃんさん。まーちゃんさん。まーちゃんさんいいよな。俺なんか放送中多分、うん、ユーリキアさんって言ってないよ多分ユーリキア、でも俺なんかだってもうテレビの人だから、いや本当にそのちょっとその芸歴が離れすぎて、そうそうそう、なんだろう、もうなんかちょっと違うんだよな、ミッキーとかと一緒だよ、だから俺からしたら、確かに確かに、ミッキーとか、確かに、プーさんはプーさんですからだけど、うんうん、でそんなもんだよな、そう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 、キャラもかけ離れた存在、うん、だからこれがちょっとね近い芸人だったらこんなね、逆にしかもな、もう多分あの多分俺なんかが、うん、もう多分何用が多分許すとも、いやそれそうだよ、そんくらいやっぱり寛大じゃないと構わないって、こんな下っ端の芸人のたわごとに泡盛一杯で済ますから、自分たちのカランカラン飲んでから終わりな、もうそのまま流す
何でもない、本当に。うん、本当に何でもない。確かに。全然だよな。何でもないし、届かんし、絶対に。いや、届くかもしれんだろ、お前、側近みたいな。ユーリキアさんの側近みたいな。区間ユーリキアさんの側近が、いつも聞いてるメンバー決まってるさ。ケータリンさんとかが、同じ事務所だから、たまたま聞いてて。プロファンセブンな。うん。うん、分からんさ、ケータリンさんもちょっと 謎大きい人物じゃないですか。あの人だったら聞きそうだな。うん、なんかのひょんなきっかけで聞いたりとかしそうじゃない、うん、イメージ。っていうかもう沖縄で活動してる連中もうみんな年取りすぎじゃない。そんなこと言うなよ。年取りすぎじゃん。そんなことないだろ。で多分その人なんかやって5、60とかまでやるでしょ、うんうん、で俺なんか多分3、40さ、はいはい、でさそのでもその本当にもう前線のメンバーが退いた時に、うん、次やるのは、うん、俺なんかよりもっと下の芸人って多分、まあそうだよね、俺なんかはもうやらないから20代とかね。だから俺なんかがもう沖縄で売れる未来はもうない、うん、だからもうあのしょうがない。これはでも俺しょうがないよな、うん、しょうがない。マジで早くもう仕事開けんかな。早く譲らん。誰、ね、譲ってほしい芸人いるの？みんな例えばもう A ランチでなんか携わってる芸人みんな辞めればいいのにって思ってる。相当どうそしたら、うん、結構若いメンバーとかもいるよ。あ、そっか、うん、まあいいよ。若いメンバーはまあ面白い。だから どこまでがベテラン。ベテラン、とりあえず俺なんかより上全員ベテランぐらい。まあ、ベテランというか、ベテランというか、うん、まあみんなあんまり大して差ないのになって思う。言うなこんなこと。まあでも結局業界ってそうじゃないですか。まあまあその沖縄だからとりわけこう横のつながりとかさ、まあまあそうね、今もこうなんかやっぱり近い人たちを使うじゃないですか、うん、でもどうしたってでもそれ知ってるから、うんうん、まあそれ別にいいんですけど、うんうん、なんか面白くないなって思う。いやでもそれこそ、うん、俺は結構ライブに未来を見てるけどね。ああだからね、だからライブやることいい、うん、楽しいっすよね、うん、楽しいし、うん、今はまだそんなに俺なんかもね人数こう集めきれてないから、うん、ちょっとこうあのなかなかこの経済状況的なライブの厳しいけど、うん、もう少し人集められるようになったら、うん、あの全然それで、うん、こうなんだろう、あのアルバイもうなんか俺なんかで微妙なキャラじゃん、うん、あのちょっとアルバイトしないといけないぐらいのギャラじゃない、はい、だからその分をカバーライブでできるんじゃないかなと思ってるけど、うん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 、だからもうライブをやっていくしかないっすね。もう今メディアはもうあれだから腐れきってるから、ね、ガチのトーンで言うなよ。せめてなんか冗談っぽく言え。メディアは腐れ切ってるから。ダメだな。どっちにしろダメだな。そんなことないわ。だってあのもう、あれ、ちょっともう、今、こう、お笑いテイストで言っても。酒飲んでないのに酒飲んでるみたいなトークするな。お笑いテイストで言ってももう、言ったら余計やばいから。なんで？ん？やばくなかった。だから。だってもう、業界腐れ切ってるからってなんか、もう、なんか、どうしようもなく、このテンションで言っちゃってるみたいな。うん、まあ、まあだから一発目の以下とかもがもうベストだったわけ。あ、なるほどね、うん、あえて本調子のトーンでいくっていうの方が、うんうんうん、だって俺なんかライブやった時に、ね、お客さんからアンケートもらったじゃないですか、はいはい、まあ、結構まあね、その僕たちのことがまあ好きでとか見てみたくて来てくれてるファンの方のその、アンケートの内容なんで、はい、うん、まあそれなりのやっぱりね、なんでしょう、ひいきじゃないけど、まあ、応援してくれるコメントが多いよね。コメントが多いと思うんですけど、うんうん、やっぱりみんないいコメント書いてますよ。演技はもちろんアドリブやミスのフォローが素晴らしくて大好きです。これからも応援してます。ああ嬉しいじゃないですか、とかね、うん、あとは1個しかないな。長い終盤あたりから BGM にもムカついてきたよや。爆笑。ヘビ男さんから爆笑って書いて、でも全部これもね、うん、愛のあるコメントです、うん、
フリートークもとても面白いので、ネタの間にトークの時間とかがあってもいいかもです。30代男性。ああ、嬉しいね。嬉しいっすよね、うん。フリートークも面白いっていうのがまた嬉しいですね。確かに。トークライブができなかったじゃないですか。あ、そうそうそう。あのコロナで休んじゃったんで、うんうん、だからあれもどっかで一応やりたいですよね。フリートークライブはもう結局今回の漫才ライブの1本目の頭にそういう、うん、まあ前説混じりじゃないですけど、はいはいはい、まあそのね、フリー漫才みたいのを ね、うん、テンブスでなんかライブやってみたいでみたいな話から、はいはい、あのユーリキアさんたち早くやめんかなみたいな話したさあそこがすごい面白いみたいなコメントも書かれてたんだよな。確かに、うん、なんかでも沖縄ってさ、それこそなんか近すぎてから、うん、あんまそういうなんかこのまあ冗談でもそういうこと言う人あんまいないんだろうね、うん、まあ年齢嘘だと思うけど90代の女性からのコメント絶対嘘だな、まあうん、ビーチパーティー行きたいですねとか、まあ、わさびとデコボコがやってるバチバチとのコラボとかも楽しそうですと。ああなるほどね大ワンにバイアスロンも楽しみにしておりますと、森光さんのシャドーボクシングも見たいな。ええ望むな。まあそのサンズグッドさんでね、うん、久々にライブやらせてもらったってのもあったんで、あれテンション上がらんかった。俺上がった。俺入って舞台上立った瞬間にめちゃくちゃテンション上がって、うん、もうだってちょっともうチンチン立ってたもんなお前立つか、テンション見た、自分のチンチン見た、見てんわ俺だからわーって来た、うん、久々にお客さんがこうガーって拍手してくれてやって、まあ俺も気持ちよかったわけ、うん、気持ちでもちろん森光さんも楽しそうにしてるなって思って、うんうん、パッて森光さんのチンコ見たら、うん、チンコ見たらというか、なんかチンコまず見るなよ、なんかこのまぶたの下とか目線、この自分が見えてる映像の下あたりで、うん、なんか目障りだなって思って、うんうん、ちょっとパッて見たらもうチンチン立ってたよ、うん、お前立つか無意識なんでチンコ立ってるわ、立ってたら分かるわ。いや無意識だったら、いや無意識でも分かるわ俺今どんだけ太ってスーツパツパツだと思ってるわだからもう相当だってもう後で映像見てみて。あ、じゃあオープニングがないんだ、だから。あー、オープニングの映像、翔平さんがだから録画し忘れてるから。そう。やっぱ翔平さんやらかしてくれるんですよね。あの、この。オープニングのそのフリートークと1本目がないのか。うんうん、そう、始まるときにね、うん、あの、カメラのスイッチだけ押してねってお願いしてて。うん、で、1本目漫才終わるぐらいか。うん。に、翔平さんに、それスイッチって押してますか？って。うん、押してるって言って、うん、その後に、パッパッパって来てから、ごめん。一本目は撮ってない押してんやしダメじゃないですか、うん、まあ、ありがたいけどね、うん、急遽だって前日にスタッフ足りないって言って、翔平さんが前日の夜中に俺行くよって言って、マジ嬉しいな。そうそうそう、ほら本当に嬉しい。 LINE でもなんか何でもやるから言うこと言ってねって言ってくれて、ちょっとあのシカトしたんだけどそれはありがとうございますって返せ、足よろしくお願いしますねって返せ普通に。でそのサウンズグッドさんが座りやすい椅子、はい、テーブルがあって最高でしたと。ああよかったね。最高のコメント書いて、次の文章なんすか、ケンサンピンよりこっちでよかったって。別に言わんでいいだろそれは。90代の女性、90代の女性、90代の女性はケンサンピンの方が面白いだろ。趣味焼肉って、どう考えても趣味のとこに焼肉って書いてある。元気だな、うん、うん、すごかったですって書いてコメントも。森光さんのヤバさ全開って書いてますね。あ、この騙された人ね、うん、これなんて書いてるんだろう。でもいろんなコメントあります。でもなんか一番面白かったっていうこの各この漫才のネタのタイトルが10本あって、はいはいはい、その括弧でそれぞれと、うん、その感想を書けるように、うん、空白も起きたんですけど、うん、もうやっぱり一番面白かったっていうのがやっぱりみんなそれぞれ違いますね。あ、違かったね、うん、だそれはなんかちょっと確かに結構でもメガネ漫才はなんか一番なんかその、うん、こうそういうなんか注目されるんだなっていう感じがしたけどね、うんうんうん。タイガースさんの歌ネタが見たい。あ、そうそうそう。ネタの間のアンケートに書く時間、光欲しかったです。そうだな、ちょっと暗かった。何でもできるきんぴらのお二人が新しいことに挑戦することを応援する、したいですと。おお、ありがとうございます。はい、嬉しいですね。そう。新ウルトラマンのネタで、ロンの
杖でシンプル刺しが頭から離れませんあれ面白い。そんな面白いか。いやでもあれってだってもう王道のやつじゃない。王道だけどやっぱり言っても、うん、やっぱ王道って面白いから。まあ確かにな、うん、しかも俺なんか変なことばっかりやるじゃない、うん、多分、はいはい、だから王道なやつやったらちょっと映えるんだと思う。はいはいはい、なるほどね、うん、いやーちょっと良かったですよ。あれなんか面白いコメントあったけどな。なんだろう。オープニング、なんかオープニング、だ結局そのオープニングのフリートークがもう面白かったみたいのがあったんだけど。まあまあまあ。いいや、わざわざ探さなくて。後からね、それは2人で見てから。はい、ちょっと俺探すか。ちょっと探す。いいよや。そんなわざわざ探さんで。今自分で言ったんだろ、そんなわざわざ探せんでって。ちょっとこんな携帯触る、ラジオ中にこんなに携帯さが消すし、なんで消すしって収録だから、これ消すし、ここのところパチって、じゃあ俺頑張ろうとしたら見ないやし。いやいや、でもつなごうかなって。いや頑張ってたら俺の編集の手間が減るから。早く探せお前は、口動かさんでじっくり見るなよ、あと読むときに。あんまないな。ないやし。いや、ないよ。お前の、その、錯覚だよ。あ、俺、そっか。うん。なんか、オープニング漫才も、オープニングのトークもよかったみたいな感じで書かれてた。あ、俺が、あ、フリートークもかな。それじゃない。それは俺も見た覚え。なるほどね。うん。多分まだスキャンしてないのかな。でも、全部捨てちゃったから、もうどうしようもない。はい、ということでございます。はい、じゃあ、一回 CM 行きましょうか。行きましょう。はい、CM です。どうぞ。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。何食べたい？お肉。牛角カルビとダブルタンボ。黒糖さつバター。美味しい？ラーメン食べるか。ライス食べたい。美味しい、やってる。牛角茶炭店、好評営業中。 FM 小里、 FM 技能を聞いているそこのあなた、そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので、公式 LINE アットの登録をよろしく。沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。何食べたい？お肉。牛角カルビとダブルタンボ。黒糖さつバター。美味しい。ラーメン食べるか。ライス食べたい。美味しい、やってる。牛角宜野湾店、好評営業中。生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。キンピラごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオ、そろそろ終了のお時間が近づいてきたということですが、はい、改めて7月の17日日曜日に、僕なんかキンピラ、ごぼうのイベント、1年間通しのイベント第4弾ということで、うん、7月17日日曜日ビーチパーティーをやります。場所は宜野湾市、はい、宜野湾市、そうトロピカルビーチの方に行われます。うん、料金がお一人3500円で、バーベキューとソフトドリンクがついてきます。うん、はい。はい。もうアルコールも飲んでいいんですが、アルコールは、ご持参。ね。皆さん持ってきてくださいということになっておりますので。はい。はい。詳しくは僕なんかきんぴらごぼうの公式 LINE、きんぴ LINE の方からお問い合わせか、僕なんかのまあ SNS まで、ご連絡よろしくお願いします。お願いします。で、多分、この宜野湾のさ、うん、トロピカルビーチだからさ、バスとかも結構通ってるじゃん。
だからめちゃくちゃお前飲むな、人が話してる時にな。キモい液体、オレンジ色の、オレンジ色の透明がかったキモい液体、あの車のなんか、車のエンジンオイルみたいな、エンジンオイルみたいな色してるもう機械化したから体が、うん、アメリカでしか見たことない色で、いや、アメリカ行ったことないな、にしては俺怖怖、まあでも沖縄はねすぐ近くアメリカあるんだ、確かにアメリカにいるようなもんだし、確かに、うん、な何の話でした、何何の話かも忘れたいやそう、公共交通機関、うん、あのバスとかで来れるから、うん、まあ、飲む方はもちろんね、あのタクシーで来てもいいし、はい、あの代行で帰ってもいいんですけど、飲むならあの必ず、うん、僕なんかが、はい、あの来た時に確認取ります、まあ、車で来たんだったら、はい、あの最後までちゃんと代行も呼びますし、はいはい、ぜひ僕は呼ばないですけど、大学呼ぶ、僕呼びます、全然呼びますので、はい、よろしくお願いします、はい、はい、ということになっております、はい、うん、あとは、マスの前の日7月16日は FEC の定期、うん、毎月お笑いライブがあります、お笑い劇場、はい、那覇市文化展物館4階テンブスホール、はい、国際通り沿いにあります、大きいホールにてあります、うん、夕方の5時会場、うん、6時開演、うん、で今月はまあ1時間なんかその、お客さんが入る時間を早めてるということで、はい、なんかあとそのロビーの方に行って、うん、芸人がなんかちょっといろいろ何こう変身した、ね、写真をこうなんか展示会するみたいですので、はい、なんかそこら辺も見つつ、楽しんでもらえたらなということですので、はい、まあ時間、この会場時間がね1時間取っておりますから、はい、ゆとり持ってお越しいただけたらと思います。お願いします。お願いします。まあ、あの開演も自体も1時間いつもより早くなってるので、そうだね、18時になってるのでそこお間違えないよ。これは、はい、多分俺なんかのビーチパーティーのためでもあるはずな、その次の日。あ、次の日に備えてね。うん、いや確かに次の日夕方からだから別にいや何時でもいいけどな、遅くまでやろうが何の問題もないんですけどもそうそう、だからまあ日曜日っていうのもあってさ、一応早めにこう終演っていう形でビーチパーティー自体も19時でね、はい、あの早めに解散っていう形になってるので、はい、これ一応僕も日曜日は飲みますけど大丈夫ですか。ああ全然全然、それは多分お客さんもその方が嬉しいでしょ、みんな飲もっか、なんかファンのファンというかまあ、うん、僕らはそうね、一緒にね乾杯した方が盛り上がる、うん、歩いて帰ろ、お前荷物いっぱいあるけど、あれみたいに言うなお前、斉藤和義な、うん、歩いて帰ろうっていい加減にしろよ、酔ってる、うん、酔ってる、酔って酔って、俺お前からエンジンオイルしか飲んでない、お前エンジンオイルで酔うなよ、エンジンオイルみたいなのしか飲んでないから、アメリカのなんかあの映画に出てきそうな、な、うん、酔い方、確かにアメリカのコメディ映画で、ゲータレードみたいなやつ、そうそうそう、なんかあるじゃん、なんかアメリカの映画とかに出てくる、うん、なんかアメリカの映画ってうるさいな、薬物みたいでよく出てくるよね、うるさいな、まあまあそれはもうだからそういう、うん、何環境というかそういうことなんですよ、そうなんだ、近くまであるのか、あるって分かんない、ね、この表現なのか分かんないけど、そうか、銃とかも出てくるしね、そうだね、まあだからまあ、うん、環境が違うから、まあ、この国が違うから、そうね。そもそものやっぱイメージも違うでしょうし、うんうんうん、そんなのはさておきですよ。なんすか、いろいろありますから、うん、来てください。俺もなんかオープニングから急にこの7月のビーチパーティーの話してます、うん。してますね。あのオープニング俺が結婚指輪なくしたってくだり、うん、13分ぐらいのくだりがもう丸々なくなってますね。うんうんうん、あれ結構いいくだりだったけどな、生でな。なんていうの、俺が ここでそう結婚指輪が指輪をナックス指じゃなくて中指につけてるっていう話から、うん、ブカブカだから取れちゃうんですっつって、うん、本当に薬指につけたらね、手を振ったら、うん、なく本当になくなっちゃったっていうくだりがあったんですけど、うん、それはもうないということで、データが消え、俺は時間だけ測って、うん、データポチってて消してました、やばいな、怖いですね、まあでもだからそれはもう皆さんで想像してもらって、うん、そんなのもありましたが、13分を逆算して、うんうん、自分でシナリオを立てて、で送ってください、うん、だしまあまあ今その13分の穴埋めしてるし今そうな、実際本来であればもう終わってる、終わってる可能、終わってるお話だけど、うん、だからもう話すことないっすよ、特にない、ほとんどなんか無音届けるのもいいかもな、確か無音、うん、逆に歌ったら歌、あ、いやいや無音届けて、うん、無音はダメ、無音は放送事故って言われるらしい俺も最近知ったんだけどさ、うん、無音はダメらしい、ラジオでなんか不安になるってみんな あれでスタッフもリスナーもそうなんだ例えばそのほら
あの、まあ、曲にもよると思うけど、うんうん、何か音楽が流れてない、うん、ってなったらその無音なんかその何も流れてませんよっつって、うんうん、5秒か何秒か空きすぎたらそのアラーム、うんうん、警報が鳴るらしいんだけど、うんうん、これ今そのデータとしてその無音のデータが入ってるわけです、うんうん、無音で音が流れてますよっていうデータが、はいはいはい、だからおそらく大丈夫だと思う。まあ、多少のノイズとかは入ってるだろうから、ね、そう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 、結局それを楽しんでもらう、うん、こう生活それを楽しむ人いるか、生活ラジオつけてから環境音みたいな、じゃあ何もつけんな、俺なんか何もつけんで目つぶってから一人で座っとけ。 FEC の事務所、うん、まあその大きいテレビでさ YouTube とかなんかそのほら出演芸人が出てるもん流してから仕事してるんだけど、はい、最近、うん、なんかあれおしゃれのおしゃれな歯医者さんとかで流れてる音、うん、なんかその環境音流しながら仕事してた。やば、マネージャー大丈夫か、みたいなのが、うん、もう YouTube の、うん、その音だけ入ってるやつだから画像はずっと同じ、はいはいはい、あるね、オフィスワークの画像でずっとみたいなの流れてて、うん、でマネージャー比嘉さんがいたんですけど、うん、で昼一回事務所行って流れてんなと思って、うんうんうん、夜昨日から帰る時にも流れてて、うん、これもずっと同じの聞いてるんですかっつったら、うん、でもこれの方が作業はしやすいわけよって言って、まあ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 確かに、なんか変になんかこうテレビだとか、うん、作業 BG はね、うん、作業しやすいからね、作業しやすいんだって思って、うん、でももうそこまで、うん、やっぱりもう追い詰められてるうちなんか事務所マネージャーがもうあのトゥ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 もう永遠と、永遠とヘビロテするぐらいしないと、もう厳しい状況なんだよきっと。やばいな、うん、救った方がいいんじゃないな、だから俺なんかで作ってあげてもいいかもな、うん、これきんぴらぼでやろうよ、その BGM を作ろうって、うんうん、FEC オフィスの、あの BG 環境音作ってみようっつって、なんかでもどうせだったらこの本当にこのこういう音あるじゃない、はい、こういう本当の音をこう、うん、取って、うん、いや大変だなでも、まあだからそれをなんかマネージャーが楽しんでくれるかどうかですよね、うんうん、海の音とか音、海の音をこう、うん、小豆のなんかこう豆のサラサラサラっていう音で波音とかやったりするじゃない、はいはい、ああいう系の音を使って、うん、あの リラクゼーション音楽、あー、なるほどね、みたいなのを、はい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 、はい、こうアルファ派あるみたいな、で勝手に FEC オフィスのお昼寝の時間作ろう、ああいいかも、1時ぐらいになったら、うん、それ流してから、うん、みんな30分仮眠取るぜって、必ず眠るみたいな、マネージャーに、あいいんじゃん、うん、でもそっか、もうそれはお昼ご飯休みに仮眠は取ってねっていうことなのか、会社からしたら、うん、まあ結構ほら何だろう、うちなんか事務所ってその急になんか連絡があったりとか、うん、その急ななんかその誰か芸人つかないといけないとかっていう、その、はいはいはい、いわゆるこの事務作業とやっぱりこのやってることが違うから、うん、まあまあまあ、その時間ちゃんと自分なんかでそれは確保してねえだと思うけど、あ、なるほどね、お昼以降どっかで食べてねとか、はいはいはい、その早めに食べるのもいいけど、うんうん、そこでで休憩時間も多分おのおのそのタイミングで仕事の終わるタイミングで撮ってるから、やっぱそのこの不規則ってやっぱり結構体にダメージ大きいと思うから、やっぱ俺なんかで確かに作ってあげた方がいいよ、リラクゼーションタイムね、うん、リラクゼーションするのかっていうマネージャー、ああ、その検証でもいいかもね、それを使ってくれっていうことじゃなくて、これでちょっと検証させてくれと、どうする、奥の社長室から友人さんブチ切れて出てきたらなんでバカなんやかいって言って、あの友人さんがブチ切れて出てきたら、ブチ切れて出てきたら、まあまあまあ、それはその時ですよね、だから確かに、うん、しょうがない、そしたらまたラジオで言うか、うん、その話、友人がブチ切れたっていう話うちの友人が、あの、この高校で前回話したと思うんですけど、友人がブチ切れて、友人さんブチ切れてきましたよっていう話を。そしたらブチ切れてほしいな、うん。いい話できるな。本当にブチ切れたら喋れますだけどな。本当にブチ切れたら喋れん。喋れんし、うん、これ、まあ、その YouTube かアーカイブに音声だけ残ると思うけど、うん、確かに。これ、それもキャンさんにお願いして、うん、もう抹消しないと。全部消してください。この事実を。こんなことをもうなしにしてください、うん、こう企ててたっていうこと自体ももうなくす、まあでもリラクゼーション音楽は作ってみましょう、じゃあ、うん、それは作りましょう、うんうん、
なので、それはじゃあ、近日、はい。銀ピラボで。そうね。多分やらないでしょう。やらないだろうね。やらないでしょうけどね。うんうん、なんだろうじゃあこの話二人ともやらんだろうな。面白いでも面白そうだけどね、うんうんうん、楽しみがあります。まあだ30秒ぐらいでもいいかもね。なんほら結構何秒も作るの難しいから大変だから、うん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 、これで30秒ぐらい作ってそれループさせて15分ぐらいにして、うん、でこれ休憩時間に聞いてくださいと、うんうん、で、それでリラックスできたかどうか、はいはいはい、多分だから芸人の事務所だからマネージャーとかもなんかボケてるんだろうと思って、うん、多分最後まで15分聞くと思うわけよ、うん、ずっと30秒リピートだったら奥から友地さんが発狂しながらブチ切れて出てくるはずな、うん、ボケっこもないわって言いながら出てくるかもしれない、うん、全部俺なんかの仕事もうキャンセル全部これでこんな芸人うちの芸人に大変な芸人がいましたこのアンクルでこの芸人にはもう仕事させないでくださいって言ってすいませんでしたって1個の大きいボケだけどなその1個もボケないっていう大きいボケだけどもうじゃあそれもダメかじゃん、うん、まあまあまあそこら辺はじゃあ俺なんかちゃんと考えて、ね、はい、今度はしましょう。はい、じゃあそろそろ終わりですか。もうね、あと2分半。2分半、2分半ぐらいですね。本当に、うん、あ、まさきさん、はい、まさきさんですか。まさきさん、あ、まさきさんお疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。今大丈夫、収録放送のそうだよね、はい、M ギノワンの隣は気使って、はい、あの隣でエイサー系コスブ君大丈夫って聞きに来たけど、うん、まさきさんって大丈夫なの。あ、いやもうあと本当に1分ぐらいで終わるので、はい、できれば喋らないでほしかったです。ちょうどそしたら、じゃあ山崎さんってよくない我慢してくれるかなと思って ね一応その俺なんかはその俺なんかは一応来てるよっていうのを、うん、リスナーさんに、はい、こうそうですね、臨場感持たせるために言いたかったんですけど、うん、まさかまさきさんまで喋るとはいやいいのちょっと思わなかったんで。あと、まさきさんにも話しかけてなかったです、僕は。そんなつもりでもなかったです。俺に、あ、まさきさんだって。あ、まさきさんだって。何度もやったの話してたのに。俺、気ぃ使ってしまった。気ぃ使ってたよ、俺。大丈夫です。大丈夫です。もう終わってから結構続きます、ね、はい、大丈夫です、はいはい。ごめんなさい。ありがとうございます。はい、どうぞ。いい先輩です。はい。あと、まあ、1分30秒ぐらいか。そうですね。ぐらいですけど、多分、はい、おそらくもう少ししたら。あの大きい太鼓の音が聞こえてくると思いますんで、うん、はい、ということです。なので、うん、キンキンはそれ、まああと7月の最後の、違ういや第4日曜日かな、かな、24日日曜日は、はい、コザでコザお笑い劇場っていうライブがあります。はい、はい、なんか企画もなんかいろいろあるみたいで。あ、そうなんだ、うん、なんかちょろっと聞きましたけど、少し面白そうなのがあるそうですので、はい、そちらの方も沖縄市近辺の方とかもね、はい、ぜひ、こちらは沖縄市民小劇場アシビナ、はい、の方にてやります。はい、はい、チケットも、もろもろは僕なんか SNS だったり FEC オフィスまでお問い合わせください。はい、ということで、きんぴらごぼうのきんきんぴらぴらお星様ラジオ、来週は生放送でお届けします。はい、またお会いしましょう。来週も聞いてくれなきゃ。キンキンピラピラ星に変わってお仕置きを。アデュー。15秒でしたね。ガンガン音するな。環境音。環境音やめる。